回訪れたのは、さいたま市浦和区の県道164号沿いにあるパティスリー空楽。レンガ作りのような見た目が可愛らしいですよね。どんなお店なんでしょうか。店内を見てみましょう。ショーケースには15種類ほどのケーキが並んでいます。季節の果物を使った期間限定のケーキも美味しそうです。その他にもグルテンフリーや卵、乳製品を使っていないクッキーやお菓子、ケーキを頼むこともできるんです。アレルギーがある方や、あとは妊婦さんなども安心して食べられて嬉しいですよね。翔太さんがパティシエ、安子さんが管理栄養士です。お二人のお店の特徴は、グルテンフリー、あと卵、乳製品、アーモンドも除去できるケーキなので、まあ、そのお客様のご要望に合わせてケーキをお作りするっていうことを、まあ、大切にしておりまして。安子さんは以前企業で管理栄養士をされていました。他のケーキどこもどれも美味しくて、特にまだ娘が1歳未満なので、卵とか牛乳とか調整するのがまだ早い時期なので、それでもでも食べれるケーキをって思ったとき、こちらのケーキ、はい、いただきました。とっても娘喜んでたのでありがたいなって思ってます。シェフパティシエの翔太さんは、季節の果物を使ったケーキにも力を入れています。その一つがこちら、桃のガトーです。作っているところを見せていただきました。スポンジや桃のムースなどの上に自家製シロップにつけた大きな桃が贅沢に乗せられています。この桃も美味しそうなんですが、今回紹介するのはこちら、今が旬のメロンを使ったショートケーキです。この間にはやっぱメロンも、あの品質のいいマスクメロン、アールスメロンとかを使いまして、でクリームにもちょっとアーモンドペーストなど混ぜて、ちょっとうちらしい他にはない味にちゃんとまとめて作っております。あのクリームにあのアーモンドペーストを混ぜることによって、普通の生クリームよりちょっと味に深みが出ているので、すごい食べやすいショートケーキになっています。最後に岡本さん夫婦からメッセージが届いています。旬のフルーツを使った商品をいろいろ用意してますので、ぜひお立ち寄りください。ぜひお待ちしてます。